オラピアオシュボイシャークンダンディ、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ショットガンダンディ参上です。今回もやってまいりました和訳解説動画、早速やっていきましょう。ということで今回和訳解説する曲なんですけども、 Playboy Carti の2024という曲を和訳解説いたします。この曲は2023年の12月14日に YouTube の方に上げられた曲となっております。で、2024年に出る予定である Music というタイトルの Playboy Carti のアルバムの中に収録されるであろうシングルでございますね。で、そのアルバムからは2曲目のシングルとして2023年12月の14日に YouTube にアップした感じでございます。一応 Playboy Carti 有名なので見せなくてもいいと思うんですけども、こんな感じの人ですね。かなり見た目も有名で、こういった真っ黒のファッションを着こなすことでも知られていたり、非常に特徴的な歌声、歌い方とかでも知られているラッパーでございます。で、今回の曲は少なくとも3つのビートプロデューサーが手掛けております。まずはこの2人組のビートメーカーのオジボルタっていう、最近非常に注目を浴びていて波に乗っているビートメーカーコンビでございますね。非常に多くのビートを手掛けております。しかも大物ラッパーのってところですね。で、彼らは確かニューヨーク出身だったんですけども、彼らをメインにして、さらに2人、 R on the beat っていう、またこれはアトランタ出身のビートメーカーで非常に有名なんですけども、彼も今回のビートに参加しているみたいでございまして、最後に非常に大物のカニエ・ウェストも関わっているらしいです。彼は誰もが知る本当に大物なんですけども、彼もちょっとプロデュースなりビートなりに参加している感じみたいです。で、誰が何を担当しているのか、ちょっとそこまでは自分では分からないんですけども、とにかく曲のクレジットには載っているので紹介させていただいた次第でございます。それを踏まえてこの新曲ね、本当に最新曲なんですけどもを解説していきましょう。イントロちょっと長めにあったんですが、一旦止めてバース多分そろそろ始まると思いますので入っていきましょう。始まりました。早速和訳いきます。 Yeah, yeah, you came back and you failed。 直訳すると、そうだなそうだな、あなたは戻ってきて失敗したんだっていう直訳ですが、そのままの意味だと思います。でもこれが誰に対して言ってるのか、ごめんなさい、結構調べたんですが誰に対して言ってるのかははっきりしてないです。一般的に言いたかっただけの可能性もあるんですが、特定の誰かに対して言ってそうな気はします。ただ繰り返しになりますが、それが誰に言ってるのかは分かりません。 The second place can't be in my face, oh nah。 直訳すると、2位だと俺の顔の前には現れることができないっていう直訳ですが、そのさっきね戻ってきたけど失敗した人が2位になったってことを一回言いたいわけですね。誰が1位なのかは明らかなんですが、カーティー自身が1位ってことが言いたいわけなんですね。なので俺の次にしかあなたはなれないっていうふうに言いたいわけです。で、誰に対して言ってるのか、これも繰り返しになりますが、それはごめんなさい、ちょっと定かではないですが、それは誰か特定の人がいる可能性もあるし、ただ一般的に全員に対して言いたい、聞き手に対して言いたい、俺は世の中で1位だってことが言いたい可能性ももちろんあります。ここでフレックスが始まります。威張り出しますね。これはよくあるオーソドックスな方法なんですけども、 Thick pockets, they think I'm rocking Chanel。 直訳すると、太いポケットだ、俺がシャネルを履いてるかと勘違いされるっていう直訳ですが、 Thick pockets っていうのが太いポケットっていう意味ですが、ニュアンス的にはめちゃめちゃお金持ちっていうニュアンスですね。そういったスラングです。そのスラングであるめちゃめちゃお金持ちっていうことと、実際にポケットが太いっていう部分で言葉遊びしてるわけなんですね。自分はシャネルあまり詳しくないんですけども、もしかしたらシャネルは他のブランドと比べてポケットが太めに作られているブランドな可能性もあります。自分はまだまだ貧乏ですので、シャネルをつけたことが自分の人生の中で一度もないので、その辺は分からないんですけども、おそらくそこで遊んでいる感じだと思います。で、 Fat wallet little bitch you know I got here。 直訳すると、財布が太い小さなビッチよ、あなたは俺がここに来たことは分かるだろうっていう直訳ですが、 Fat wallet と thick pockets、 太いポケットと太っている財布、同じような意味で金持ちって意味なんですよね。で、一応リンクさせてるんですけども、太っている財布だからこそでかいポケットが必要だっていうところでもちょっと言葉遊びをしている感じですね。で、それはどちらかというとドストレートな方の言葉遊びです。で、一応リンクさせてるんですが、ニュアンス的スラング的には同じ意味なんですね。金持ちって意味です。で、 Little bitch っていうのが必ずしも女性に対して言ってるんではなく、今回はおそらく特になんですが男性に対して言ってる感じです。めめしい男
ってことが言いたいわけなんですね。なので俺ほどお金を稼げなかっためめしい男め、俺はいっぱい金を稼いでるぞ、俺がここまで来たことはもう見ればわかるだろうみたいなことが言いたいわけなんですね。で一応念のため言っときますが、やっぱりこの歌い方が結構特徴的ですね。ベイビーボイスだったかな、そのそういう手法としてもう確立されてしまいました。プレイボーイカーティが作り上げたと言っても過言ではない独特な歌い方なんですね。で Out of pocket with your bitch Chanel、 直訳するとポケットから出たあなたのビッチとともにシャネルっていう直訳ですが、何を言ってるのか結構スラングがわからないと意味がわからないです。まず Out of pocket っていうのが意外な出来事だったり通常ではありえないような出来事という意味もありますし、精神的にクレイジーになる、イカれる、変わったことをするっていう意味合いもあります。 With your bitch って言ってるので、あなたのビッチと俺はそういうイカれた行為をしているってことを言いたいわけですね、ニュアンス的には。でもっと深掘りして何を言ってるかっていうと、あなたの女性と俺は一緒に性行為をしたことを言いたいわけですね。これは昔から特にヒップホップ業界の中であった、誰かの女性を寝取ることは彼よりも自分が優れているっていう証明なんですよね。なので浮気相手になったことで生きるわけなんですよね。でそれで相手を煽るときによく使われていたフレーズです。それを out of pockets というスラングを使って言ってるわけですね。でも気づいてるかと思いますが、さっきの thick pockets と fat wallets と out of pockets で、まあ、リンクさせてる感じですね。太ってる財布と太いポケットと、まあ、今回の out of pocket っていうクレイジーでやることのスラングで、まあ、言葉遊びしてリンクしてる感じです。ここでのシャネルっていうのはあのブランドのシャネルではなくて、実際にその寝取った女性の名前をシャネルとしてるわけなんですね。なのでお前のビッチであるシャネルを俺は寝取ったぜって言ったわけですね。でここはもう分かりやすいブランドのシャネルと女性のシャネルのリンクと言葉遊びをしている感じですね。The gruesome horns, baby, I'm from hell. 直訳すると、俺は角を生やしたんだ、赤ちゃんよ、俺は地獄から来たんだっていう直訳です。で、ベイビーっていうのは赤ちゃんなんですけど、まあこれはもう説明しなくてもいいとは思うんですが、ちょっと相手を蔑んだ時にベイビーって言ったり、まあ自分の彼女とか異性に対してベイビーって言ったりするわけですね。なのでこの場合はその寝取った女性に対しても言ってるし、その寝取られた相手の男性に対しても同時に言ってるわけですね。その男性に対してはちょっと蔑んだ感じ、女性に対してはちょっと可愛がってる感じ。なのでわざとこのベイビーを使ってるわけです。で、俺は角を生えてきてるっていうのはもちろんまあ日本でも鬼みたいな感じなんですけども、ここでは悪魔を示唆したいわけですね。俺は悪魔ぐらいちょっと悪いやつなんだ、そういったやんちゃなことをしてしまうんだよってことがまあ言いたいわけなんですね。地獄から来たやんちゃな悪魔だってことですよね。で South side I was in Riverdale、 直訳すると南側だ、俺はリバーデールから来たんだって言ってますが、これはどういったことか。リバーデールっていうのがプレイボーイカーティが育った町なんですね。でアトランタの都市の南側にちょうどあります。なので South side と言ってるわけなんですね。ここでは単純に自分が生まれ育った地元をレペセンしている感じでございますね。で、Off Molly That Two Tone Pill、 直訳するとモリーを摂取した後だ、あのツートンの錠剤って直訳してますね。これはもう察しがつくと思いますが、まあ、モリーっていう薬物があるんですね。これは日本でいう MDMA のことを言ってます。なので MDMA を摂取したことを示唆したいんですけども、このツートンピルっていうのがツートンカラーの錠剤なんですね。見せなくてもいいとは思うんですが、イメージしやすいようにお見せします。こういったツートンカラーですよ。でモリーっていうのがまあ大体こういった形の錠剤なので、まあ、こんな感じでツートンカラーの MDMA を摂取したぜ俺はって威張りたいわけなんですね。でもっと細かく言うと、まあ、こんなこと YouTube で言ったらダメだと思うんですけども、モリーって言っても全部が同じ見た目じゃないですよね。ちょっとブランド化するために着色を与えて見た目をきらびやかにしたり形を変えたりもするわけなんですよね。なんか売れやすいようにブランド化するように、こんな風にいろんな形に染めて MDMA は売られております。で今回はまあそのツートンカラーの MDMA を摂取したぜ俺はって言ってるわけなんですね。Rich nigga with all these fucking girls、 直訳すると金持ちな N ワード、こんなにいっぱい女性と共にみたいな直訳してます。であえてそういった文法的にちょっとずれてる、ちょっと文法的に外れてる言い方をしてるわけですね。でまあそのままの意味です。金持ちでいろんな女性にモテるって言いたいわけですね。ここではで He next I put him on the mural、
直訳すると次は彼だ、俺はやつを壁画に載せたっていう直訳ですが、どういったことか。次は彼が俺みたいになるぞって言いたいわけなんですね。でプレイボーイカーティーっていうのがオピウムだったかな、名前なんかそういったレーベルを立ち上げて結構いろんなアーティストをサインしてるわけですね。なのでおそらくここは自分の解釈ですが、そういった自分のレーベルに所属する人たちが次に来るぞ、俺はサインしてそいつらを俺のレーベルに入れてそうやって壁画に載せたんだって言いたいんですけども、壁画って何かなんですが、これはグラフィティのことを指しておる感じなんですね。こんな感じですね。これのことを言ってるわけです。有名人になるとこうやって書かれることがあるわけですね、顔を、まあ、そのことに対して言ってるわけですね。まあこれはあのジョージ・フロイドですね、有名なあっちこっちで書かれたんですけども、書かれるほど有名にしてやったぜ、今からするぜってことを言ってるわけですね、自分のレーベルに所属してる人で。もう一つ裏の意味としてダブルミーニングもたらしてるんですけども、やっぱりこの壁画に乗る人っていうのが有名な人もそうなんですが、亡くなってしまった人を壁画にすることも多いわけなんですよ。なのでこれは相手側ね、先ほどからディスっている人を殺めることを示唆してるわけなんですね、壁画に乗るぐらい。でここで伺えるのは、そこまで大物に対してディスってるってことなんですよ。そこら辺にいる人が殺められてもやっぱりこうやって乗らないので、大物が亡くなると壁画になるのでね、誰か大物に対してディスってることを示唆もできます。でもこれは勝手な自分の解釈ですので、どっちかのことを言ってる可能性もあるし、どっちの意味ももたらしたい可能性もあるんですが、その真相はまあプレイボーイカーティーにしか分かりませんってところです。で、She's next. I told her she's my girl. 直訳すると、次は彼女だ。彼女には、お前は俺の女だって言ったって言ってますね。これはポジティブな方に捉えてる感じですかね。次はお前とイチャイチャしてやるよってことですよね。単純に言って。なので、まあ、モテてる男だけど、次はお前を選んでやる。次はお前と遊んでやるっていう、本当に非常に上から目線で女性を選んでいる感じを表したいわけなんですね。で、Oh, you like that. ここは直訳すると、お、お前それ好きだろ？好きなのか？これが。みたいなことを言ってるんですから、ここではもうすでにね、ごめんなさい。下ネタな感じなんですけども、もうすでにその女性と性交していることは伺えるわけですね。でそれを裏付けるかのようにずっと Oh you like that, Oh you like that って歌ってるわけなんですね。でアハハハって笑ったりしてる。なのでやっぱりこの繰り返し Oh you like that 好きなのか、これが好きなのか、これが好きなんだろうっていうことによって、まあ性交していることを表したいでもあるわけなんですね。繰り返して Oh you like that, Oh you like that 好きなのか好きなのかって言ってましたね。でここでフックに入るんですが、ずっと同じことを歌ってるのでちょっと飛ばし気味にいきます。 Put him on the news or something で Put him on the news をずっと繰り返してる感じですね。これ直訳すると、奴らをニュースに載せようぜ、で or something っていうのがか何かみたいな感じなんですけども、ニュースかなんかに載せようぜってことですよね。でそれどういったことかっていうと、昔からこういう言い方をするんですが、相手を殺めることを示唆してるわけなんですね。殺めるとやっぱりニュースになるので、今朝6時どこどこで殺人が起きましたっていうニュースをやるわけなんですね、ローカルテレビ番組で。でそれに乗ること、乗せてやるよ俺がっていうような言い方なんですね。殺めてやるよってことです。ここでは実際にもちろん殺めることも示唆したいんですけども、裏の意味として自分がこの音楽で聴き手を魅了することも殺めるっていう風な言い方をするわけです。例えばライブとかコンサートとかでもめちゃめちゃうまくいくことを kill it で殺めるっていう風な表現方法もするので、まあ、そういった意味もあります。で歌や曲がうまくいくことだけでなく、どんな物事もうまくいくことに対して kill it 殺めたっていう風な表現方法ができるので、バース1では女性との絡みとかも示唆してたので、女性との関係性も殺めるっていう風な表現で、女性の関係性がうまくいくことも示唆したいわけですね。で金持ちだってことも歌ってたので、金持ちであることもうまくいってるぜっていうのを、ここまでずっと同じことを繰り返して言ってることによって、そういった全部の意味が含まれてるんだよってことが示唆したいんだと思います。だからあえてわざとこの長くずっと同じ言葉を繰り返しているわけなんですよね。あのフックが非常に長いです。ちょっとずつ止めていきますね。フックがやっと終わってバスに始まっていくんですけども、その間にですね2024 Music O って言ってますね。これは2024年に Music っていうアルバムを出そうとしてるので、まあそれの宣伝を軽くポンと入れてきてる感じですね。ではバスに始めていきましょう。
ここで面白いことするんですけども、バス1ではハイピッチハイトーンで歌ってたのが、ちょっと今回はトーンとピッチを下げてもうちょっと低い声で歌っている感じです。これがまさにプレイボーイカーティーの、技術なんですよね。で、 Put him on the news or something、ここはフックを繰り返してってる感じですね。やつらをニュースか何かに載せようぜって言ってますね。で、 I'm evil like Lucy's son、 直訳すると俺はルーシーの息子のように悪魔的なんだって直訳ですが、どういった意味か。ルーシーっていうのがルシファーっていう名前の省略ですね。なのでルシファーの息子のようにって言ってるんですが、ルシファーっていうのが地球上に自分の姿を具現化した悪魔のことも言いますし、悪魔の元々の天使の名前をリシファーとかって言ったりするんですね。なので悪魔の息子みたいに俺は悪いやつなんだって言ってましたね。これは1バース目でもそういったことを言ってたので、リンクさせている感じですね。で、 A whole lot of bitches be hating on me cause I got all the buns、 直訳するといろんなビッチたちが俺のことを嫌うんだと、俺に対するヘーターなんだ、俺に対するアンチなんだ、なぜなら俺はバンズをいっぱい持っているからっていう直訳です。ここで結構いろんな意味をもたらしてるんですけども、まずこのバンズっていうのがそのまま単語として捉えちゃうと、マクドナルドとかねのパンのところをバンズって言ったりするんですけども、本当にパンのことをバンズって言うわけなんですね、本来なら。でもここはバニーという単語を省略している感じで来ております。バニーっていうのがウサギですね。たくさんの女性が俺に対するアンチだって言ってるんですけども、なぜなら俺はこんなウサギをいっぱい持っているからって言ってるわけですね。バニーズっていうのが、女性に対してバニーと呼ぶことがあるわけです。で、さらにもっと言葉遊びしてるんですけども、バニーガールっていう風に日本でも言ってたんですが、プレイボーイバニーっていうのが実際にあったわけなんですね。プレイボーイっていうのが、昔からある、セクシー雑誌って呼べばいいんですか、非常に有名なセクシー雑誌なんですけども、で、その雑誌の女の子たちをプレイボーイバニーと呼んでたわけですね。で、実際にこうやってウサギの格好をさしてたわけなんですよ、そのプレイボーイ雑誌のオーナー、出版長みたいなやつが。で、日本でもこのバニーガールっていうのはこの姿を見て衝撃を受けて、ドラゴンボールとかでもね、バニーガールね、ブルマがバニーの姿をしたりしてましたね、最初ら辺で。こういったところから来てるわけなんですよ。なのでこういった綺麗な女性たちで、ゴージャスな女性たちをいっぱい持ってるから、その辺にいる女たちは俺のことを嫌ったり妬んだりアンチになる人が多いんだってことが言いたいわけですね。で、もちろんもうすでに気づいてると思うんですけども、プレイボーイカーティーのプレイボーイとも言葉遊びしている感じなんですね。これももう気づいてる人もいると思うんですが、プレイボーイっていう単語を一切使わずに、それが全て示唆できるように歌詞を書いている感じなんですね。結構巧みなことをしております。Had to fall back with my last bitch cause she was just playing with my little time。 直訳すると、俺は前付き合ってたビッチから遠ざかる必要があった、なぜなら彼女は俺の少ない時間をもてあそんでたからっていう直訳です。で、これは本人がそうやって意図してるのかわからないんですけども、プレイボーイカーティーっていうのが結構長い間有名な女性と付き合ってたわけですね。別れちゃったんですけど、イギーですね。イギーとプレイボーイカーティーは付き合ってたわけなんです。で、なんならオニキスというね、息子もいます。二人の間に子供もできているわけなんですね。もう別れてるんですが、3年間ぐらいかな、くっついたり別れたりくっついたり別れたりを繰り返して、今はもう別れてしまっているので、彼女に対して、彼女が俺の時間をもてあそんだから別れたんだ、俺は彼女からは離れる必要があったって言ってる可能性は非常にでかいです。もうこれは誰もが知るカップルだったのでってところですね。が、文字通りその後に付き合った女性もいるんで、これも知られてる女性なんですけども、その女性に対して言ってる可能性ももちろんあります。この真相は本人しかわからないんですけども、聞き手としてはこの2人をすぐに連想するかと思います。彼も分かってやって、そういったことをやってると思いますね。で、 I'm traveling the world like the Pope bringing the president's right to my son。 直訳すると、俺はポープのように世界中を飛び回ってるんだ、俺の息子にプレジデントの権利を与えるためにって言ってるわけですね。ここで意義のことを言ってるのかより濃厚になってくるんですけども、息子のことを出してくるわけですね。で、プレイボーイカーティーはこの意義との2人の間にできた息子しかいないので、さっきのラインはやはり意義のことを言ってるんじゃないかなと思います。リリック的には何を言ってるかっていうと、ポップのように俺は世界中を飛び回っているんだ、だからそういう女性と付き合ってる時間もないわけなんですよね。で、ポップっていうのが法王ですね。キリスト教徒のトップにいる人で有名な法王です。で、彼も実際に世界中を飛び回ってキリスト教徒たちに希望を与えに行くわけなんですね。で、実際にこういった式典みたいなのもやったりするわけなんですよ。祝福するためにってことですよね。なので、このポープのように俺は世界中を飛び回ってる、息子にプレジデントの権利を与えるために、ここは言葉遊びして、大統領とかにも、ポープって出会ったりするわけなんですね、キリスト教徒なら。で、祝福したりするので、自分の息子を祝福するために世界中を飛び回ってるポープかのようにっていうような言葉遊びですね。何で祝福するかっていうのが、もちろんお金なんですね。で、悪魔
っていう単語も使ってたので、その悪魔とその悪魔の敵であるポープを使ってるのもまあわざとやってるわけです。なので、面白いことを実は結構してるわけですね。ポープは世界中の人たちを祝福するけど聖なる力で、俺は息子で悪魔の力、要はお金で祝福するってことも言葉遊びして言いたいんじゃないかなと自分は解釈します。シャーリー、You gotta be cancer. You make me feel some type way. 直訳すると、女の子よ、あなたはキャンサーだろう、間違いなく。なぜなら、あなたは俺を変な感情にさせるから、みたいな直訳です。で、You gotta be cancer っていう言い方がちょっとユニークなんですけども、本来なら、You gotta be a cancer っていう風に、ここに A を入れるはずなんですよね。文法を正しくするなら。ここはあえて、その A を抜いて、You gotta be cancer と言ってるのは理由があります。キャンサーっていうのは2つの意味がありますね。まず、癌です。なので、俺にとって、あなたは癌、だろう間違いなく、こんな変な感情にさせるから、悪いことを考えさせるから、悪いことをさせるから。でそれを悪いことは何かっていうと、まあもちろんベッドの上でのいろんな卑猥なことをさせるぐらいイケてる女だお前はってことが言いたいわけなんですね。裏のもう一つのね、ガンである意味としては、まあもちろんさっきのね、別れた理由として、お前は俺にとってのガンだから別れる必要があるっていう意味ももちろん入れたいです。キャンサーのもう一つの意味としては、カニ座をキャンサーっていうわけなんですね。なのであなたはカニ座だから俺にこういう感情を抱かせてるって言いたいんですけども、アメリカって結構星座のことを考えたりするわけなんですね。で、カニ座は非常に愛に溢れている座として知られているわけなんですね。なのであなたがあまりにも愛に溢れる女性だから、俺お前に惚れそうだって意味も入れたいわけですね。なので結構な言葉遊びをずっとバス2では繰り返しております。And no, I can't be canceled because you feel some type way. 直訳すると、で、俺はキャンセルされることがないんだ。お前が変な感情を抱こうがって言ってますね。これどういったことか。アメリカには最近社会現象があるんですけども、芸能人たちが何か差別的なことだったり、女性をいたぶるようなことだったり、なんか問題を起こしてしまうと、テレビや仕事から除外されてしまうんですね。芸能人とかがやると。これは日本でもよくあることです。不倫したり、薬物で捕まったらもう仕事がなくなってしまう。まあ、そのことをキャンセルっていうわけなんですね。今回プレイボーイカーティが言いたいのは、あなたがその女性がどう思うが、俺はキャンセルされることはないんだってことが言いたいんですが、これも実は実際にあった出来事に対して言ってるんですけども、プレイボーイカーティが2022年の12月、去年の12月ですね、に女性を暴行したことで捕まったことがあるんですよ。しかもその女性が妊娠してたわけなんですね。なので妊娠中の女性の首を絞めたり、まあ、壁にぶつけたり、あざを作ったとかで問題になっちゃったわけなんですよ。なのにプレイボーイカーティはキャンセルされてないわけなんですよね。不思議なことに、そのことに対して言ってるわけです。なのでその女性が、あ、死ぬかと思ったぐらいまで言ったわけなんですよ、警察に対して。でそれも本当に事件になったし、実際逮捕されたんですけど、プレイボーイカーティ、それでもキャンセルされなかったことを示唆できるわけですね。なのでさっきのあの女性からは離れるべきだった、離れるしかなかったみたいなフレーズは、その女性に対して言ってる可能性も浮上してきたわけなんですね。ただ息子のことも言ってるので、まあ異議説も外せない。なので2人のことを言ってるんじゃないか、今までの過去の女性たちに全てに言ってる可能性も出てきたわけなんですね。非常に面白いことをしております。で、 I'm in the lane underlay underlay underlay、 直訳すると、俺は車線に入っている、 underlay 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 って言ってますね。これ underlay っていうのがスペイン語で早く早く早くって意味なんですよ。なので車線にいる、まあ、車が通る道ですね、早く進みたいっていうことがまあ言いたいわけなんですね。スペイン語のアンドレアンドレを使って、これ何を言ってるかっていうと、ファストレインっていう早いレーンっていう単語があるんですが、昔から、まあ、それは太くて短い人生みたいな、充実した人生を送ることをファストレインっていうわけですね。でなんでこれを今ここでこう言ってるかっていうと、さっきの女性にキャンセルされなかったこととちょっと結びつけてるんですが、俺はその早い車線を車で早く移動しすぎてるから、そういったキャンセルされるとかの問題も追いついてこないんだ、で俺はさらにもっと上の段階にどん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 突き進んでいくぜっていうような意味をもたらしているわけなんですね。でこのアンドレアンドレっていうスペイン語なんですけども、実際にスピーディーゴンザラスっていうルーニートゥーンズのアニメのキャラクターがいるわけですね。これアメリカのアニメなんですが、昔からあるやつで、これスピーディーゴンザラスっていう主人公、こいつがめちゃめちゃ足速いんですよ、メキシコ人か何かで設定として。で何か悪さをしてはこう逃げるみたいなキャラなんですね。その逃げ足がめちゃめちゃ速い、逃げてる時にアンドレアンドレヒーバーヒーバーって言うわけなんですよ。なのでそこともまあちょっとオマージュしている感じもしますね。アメリカ人ならアンドレアンドレって聞いたら、まあこのキャラクターが頭に思い浮かぶのでってところです。
I'm gonna keep killing these hoes. I'm fucking on my main. 直訳すると、俺はこの女性たちをずっと殺め続ける。今俺はメインと性行為をしているっていう直訳です。ここで殺めるっていう単語を実際に使ってしまうんですけども、ここはフックの Put him on the news ニュースに載せるってところと、まあ、リンクさせてる感じです。この娼婦たちをずっと俺は殺め続けるって言ってるんですけども、要はさっきも説明したように、女性とうまくいくこと、ナンパが成功することとか、女性を引きつける魅力とか、そういった意味があるわけなんですよ。だからその魅力で女性を殺める、引きつけるっていう意味です。で、それをずっとこれからも俺はやり続けてるぜ。今はメインの女性と性行為してるけどなって言ってるわけですね。なのでメインの女性と性行為をしながら、俺は今後もいろんな別の女性にモテていくぜってことが言いたいわけですね。で、これはまた面白いことやってるんですけども、先ほどまでは過去の女性たちに対して言ってたのが、今回は今現在の女性とこれからの女性に対して触れている感じなんですね。なので過去、現在、未来というつなげ方も一応しているわけなんですね。女性問題でってところです。Pink in my cup, like brain sipping on zombie. 直訳すると、俺のコップにはピンクが入っている。まるで脳みそかのような。その飲み物をゾンビのようにすすってるっていうことが言いたいわけですね。表現方法としては。Pink in the cup っていうのが昔からあるリーンというドラッグのことを言ってます。これですね。で、いろんな色のリーンがあるんですけども、まあ今回はピンクの方のリーンのことを言ってる感じですね。大体紫が多いんですかってところです。でそのピンク色が脳みその色みたいだっていう風に表現してて、でそれを俺はゾンビのようにすすってるぜっていう表現方法をしてるわけなんですね。これはバース2の冒頭の俺はルシファーの息子だってところとつなげてて、まあ俺は悪魔的、俺は危ないやつ、俺は危険なやつだってことをつなげて、まあ示唆している感じなんですよね。Bust a hoe, do my braids, then I go hungry. 直訳すると、娼婦を弾けさせて、自分のブレイズをやって、そしたら俺はお腹がすくって言ってますね。これは一連の流れみたいなのを説明してるんですけども、まあ、娼婦を弾けさせるっていうのはどういったことかっていうと、すいません、下ネタですが、まあ、娼婦と性行為をすることを言ってるわけですね。で、性行為した後に、その女性に俺のブレイズをさせるって言ってるんですが、これどういったことかっていうと、この紙ですね、これだな、こっちの方ですね、この編み込みみたいなのを、まあ、ブレイズっていうわけですよ。で、女性たちが上手なんですよね、このブレイズすること。なので性行為をした後にその性行為した女性にまあブレイズをさせるって言ってるわけですね。でそうこうしてるうちに俺はお腹がすくぜっていうような感じで、まあ、時系列でこうそういった状態を表してってる感じなんですね。 I'm cooking up like Monte dishes on me DJ Monte って言ってますね。でここはまあこのハングリーお腹がすいたところとちょっとかけてるんですけども、俺はモンテを料理しているっていう直訳ですね。ここはで dishes on me は俺に皿がついているっていう直訳ですが、どういったことか。まずモンテっていうのがですね、おそらくですがデルモンテっていう有名なね食品会社があるわけなんですね。いろんな缶詰だったりを作っているところです。でここでのスペルはモンテなんですけど、ここでモンテイにしてるわけですね。これなんでかっていうと、まあ、さここで言っちゃってるんですが、 DJ モンテイっているわけですよ。実際に確かアトランタの DJ だったと思うんですけども、昔からいる DJ ですね。その辺のサウスサイドで有名な DJ です。なので彼に、まあ、リスペクトを与えている感じなんですね。この DJ モンテイとデルモンテで、まあ、言葉遊びしてる感じです。デルモンテが、まあ、実際に食べ物なので、さっきのお腹空いたから俺はデルモンテを今料理しているっていうことも言いたいし、 DJ モンテの曲をかけてることも示唆してるわけです。この皿の部分で、お皿っていうのはもちろん食べる皿もありますけども、まあ、これレコードのことをディッシュ、お皿って呼ぶこともあるので、 DJ モンテが流す皿と俺が今作ってるデルモンテの料理の皿をかけて言葉遊びしている感じですね。なぜならさっき女性と性行為をして長い間ブレーズをした後に、その間何も食ってないから、まあ、お腹が空いてきたからってところなんですよね。I told her the glove don't fit. I'm feeling like OJ. 直訳すると、俺は彼女にこの手袋は俺のサイズには合わないって言った。俺はまるで OJ かのようだって言ってますね。これどういったことか。これはまあ文化を知ってないとわからないんですけども、歴史を。OJ のようだって言ってるんですが、これ OJ シンプソンっていう非常に有名な黒人がいるわけなんですね。彼は元アメフト選手です。非常に有名なアメフト選手なんですけども、90年代だったかな、自分の奥さんを殺めた容疑で逮捕されたことがあるんですね。で裁判もやりました。その時に現場に残されてたその奥さんの血がなんかがついてたんだったかな、その手袋に証拠品としてその手袋があったわけなんですね。で彼は結論から言うと無罪かなんかになったんですけども、この手袋がはまらなかったことで無罪になったわけですよ。その証拠不十分として、確かこれごめんなさい記憶が定かではないので結構細かいところで間違えた情報かもしれないんですけども、このシーンがめちゃめちゃアメリカ全土で有名だったわけなんですよ。現場に残された手袋が俺の手に
にはまらなかったから、これは俺の手袋ではないし、俺は実際に使ってないから犯人じゃないだろうってことで実際に無罪になったわけなんですね。なので手袋は俺にはまらない、まるで OJ のようだって言ってるのは、その出来事に対して言ってるんですけども、もっと深掘りすると、いろんな意味をもたらしてます。まずフックの部分で殺めてることを示唆してるので、俺は OJ のようにこの女性を殺めることを言いたいわけですね。 OJ が自分の嫁を殺めたように。でごめんなさい、言い忘れてたんですが、 OJ が実際に嫁を殺めたかどうかは未だに賛否が続いてます。いやいや、あいつやっただろ。この手袋以外の証拠品があまりにもあったわけなんですね。状況証拠とかいろんな証拠で、あいつがどうせやったんだろうって思われるようなものが多すぎて、まあやったと思われてる人たちがいっぱいいるわけですね。なのでおそらくプレイボーイカーティーはここで OJ がやったことを考えて、まあ自分のフックと結びつけてるので、その彼女を実際に殺めることを示唆したいわけです。でもちろん本当に殺めるんじゃなくて、この曲の中で殺めるって意味なので、彼女を魅了させてるってことが言いたいわけですね。でそれをこの手袋がはまらないっていうフレーズを使って言葉遊びしてるわけです。でもう一つの意味、コンドームがはまらないってことも言いたいわけなんですね。このグローブをコンドームと例えて、まあ、そのコンドームが俺の一物に入らないことを彼女に伝えたよって言ってるわけですね。自分はでかい一物を持ってるぜってことが言いたいわけです。まあ自慢したいわけですね、はい、やっぱりでかい一物を持ってると生きれるので、まあ、それを生きりたいっていうのももちろんあります。いろんな意味を実は入れてる感じですね。 The racks in my pocket and I link with OG。 直訳すると、俺のポケットにはラックがあって、俺は OG とリンクするって言ってますね。 racks っていうのが非常に大量のお金のスラングなので、そのお金が俺のポケットに入ってる、まあ、いっぱいお金があるから俺は OG とリンクしたって言ってますね。でこの OG は今回の曲を手掛けているビートメーカーのことを言っている感じです。冒頭でも見せましたが、彼らですね。なので彼らにお金を払って今回のビートを作ってもらったぜってことが言いたい感じですね。Ooh, two fours in the sake got me feeling like Kobe, RMP。 直訳すると、お酒の中に24が入っている、俺はまるでコービーかのような感じだ、 RIP って言ってるんですね。これどういったことか。 RIP っていうのが Rest in Peace、 安らかに眠れなんですけども、このコービーはもうみんな知ってると思うんですけども、コービー・ブライアントっていう非常に有名な NBA 選手がいたわけですね。彼です。で彼は亡くなってしまったわけですよ。娘と一緒にヘリコプターに乗ってる時に、そのヘリコプターが墜落して亡くなってしまいました。ちょっと泣きそうなぐらい悲しい出来事です。本当に今言いながらも泣きそうになってるんですけども、っていうのも自分コービー結構好きだったので、でその将来有望だった娘さんもバスケットしてたんですけども、非常に有望で上手で今後が本当に期待されてたんですが、彼女もちょっと亡くなってしまったわけですね。一緒に非常に悲しい出来事でした。でさっきのね壁画ちらっと見せたんですけども、まあ、まさにこれがコービーと娘の壁画が描かれてるわけなんですよ。追悼をしてってところです。今回、まあ、まるで俺はこのコービーのような感じだって言ってるんですけども、どういったことか。 Two fours が酒に入ってるって言ってますね。ここでの酒は、まあ、みんなご存知のお酒です。お酒の中に24が入ってるって言ってるんですが、どういったことか。これ Two fours っていうのが、まあ、分量なんですね。で普通はさっきのピンクって言ってたんですが、普通はリーンに入れる分量みたいなのを24って呼ぶスラングがあるわけなんですね。24っていうのがコービーの背番号でもあるわけです。なのでこのコービーの背番号とそのリーンの中に入れる分量の24をかけてるから、俺はコービーみたいな感じだって言ってるわけですね。でさらに普通はお酒に入れて飲むわけじゃないんですよ、リーンっていうのが。リーンをお酒に入れて飲むなんてもう本当にぶっ飛んでしまいます。もうかなりの肺と酔っ払いになってしまうので、もうそれができてることも言い切りたいわけですね。お酒の中にリーンを入れて飲んでるぜ俺はってことが言いたいわけです。まあそれをコービーを使って言葉遊びしてます。ただただコービーを使うだけではなく、ちゃんとまあレスインピースね、安らかに眠ってくれっていうコービーに対するリスペクトを与えつつも、コービーという名前を使っているわけなんですね。で All my boys they strapped up don't try shit。 直訳すると、俺の仲間はみんな銃を持っている、ふざけたことをするなよっていう直訳です。まあそのままの意味ですね。ふざけたことをしたら殺めちゃうぞって言ってます。Welcome to the party, bitch. We are narcissists. 直訳すると、パーティーにようこそ、ビッチ。俺らはみんなナルシストだって言ってますね。で、このビッチはおそらく女性に対して言ってます。なので最後に女性をパーティーに招いて、で、その女性に対して、俺ら仲間はみんなナルシストだぜって言ってるわけなんですね。要はもう生きるのが得意な奴らだ。生きるのが俺らの生きがいだ。みたいなことが言いたい感じなんですよね。で、母、Oh, you like that? っていうのは1バス目でも言ってましたが、招いた女性と性行為をしていることをまあ示唆したい感じなんですね。で、What you say?グアップなんですけども、グアップお前は何を言ってるんだっていう直訳ですが、このグアップっていうのがプレイボーイカーティーのあだ名なので、自分に対して自分のオルタエゴっていうか別人格みたいなもんなんですかね、にどうなんだ調子はって言ってる感じですね。まあ自分自身に対して言ってるわけです。でなんでこんなこと言ってるかというと、さっきナルシストって言ってたので、そのナルシスト感を出したかったんでしょうねってところです。
で最後は、まあ、フック、ね、ずっとプルモンドニュースって言ってるので同じことずっと繰り返してるので途中のフックと同じですので飛ばさせていただきたいと思います。はい、ってな感じで、まあ、これで終了しますけども、最後に感想というかを述べようかなと思いますけども、一貫してね、今回はあやめる、プルモンドニュースというフック、あやめるという意味のフックで言葉遊びしてる感じですね。終始バース1でもバース2でも、先ほどの解説の中でも言ったように本当にあやめるわけではなくて魅了するっていう意味のあやめるなんですね、ニュアンス的に。でそれを女性を魅了したり、任した相手の男を魅了したり、聞き手を魅了したり、自分を魅了したり、最後にナルシストって言ったのでっていうものを結構な言葉遊びをしながら歌ってってる感じですね。なので簡単な歌詞を歌ってるようにも聞こえるし、そもそもプレイボーイカーティのスタイルとしてあんな変な声で歌ってるので、第一印象としては何を言ってんだこいつは、何をふざけてるんだって思うアメリカ人も多いです。毛嫌いしてる、食わず嫌いしてるアメリカ人も多いんですけども、ちゃんと聞いてみると、まあ、ちゃんとリリック考えて作ってるなと自分も思いますので、リスペクトはあります。はい、頑張ってほしいと思いますってな感じです。でこんな感じで自分はもともと 90s 90年代のヒップホップが大好きなんですけども、まあ、最近のねラッパーもだからといって昔は自分は食わず嫌い毛嫌いしてたんですけども、歌詞をこうやって解説していって実際に何を歌ってるのかをちゃんと理解した上で判断したいなと思って、今後もこういった新しい曲もガンガンやっていきたいなと思っておりますので、ぜひともよろしくお願いいたしますっていうところです。てな感じで毎週月曜日と木曜日の週に2回公開していっております。こういった動画をですね、今後もどんどんやっていきますので、ぜひともこの動画気に入ってくださったのであればチャンネル登録よろしくお願いいたします。で高評価と通知ボタンも押していただければ非常に助かりますので、ぜひともお願いしたいところでございます。リクエストも受け付けておりまして、和訳してほしい曲があればですね、コメント欄にアーティスト名と曲名ご記載いただければ、なるべくこういった動画に残させていただきたいと思いますので、ぜひともリクエストもよろしくお願いいたします。 X、TikTok、Instagram などなどいろんな SNS もやっております。すべて概要欄に貼られておりますので、ぜひともそちらのフォローもよろしくお願いいたします。今回も最後までご視聴いただいて心より感謝しております。本当に本当にありがとうございました。次回の動画でぜひお会いいたしましょう。それでは皆さん、良い人生を。